花言葉があるように穴言葉があってもいいじゃないか。ポータルの穴言葉は絆だ。フリング？フリング、投げ飛ばす、投げつける。自分自身を投げて吹っ飛ばせということか。おや、これは、ケーキ。ってことはいつかケーキが出てくるのかな？テストをすべてクリアしたらご褒美にもらえるとか？ちょっと遅すぎやしないか？僕結構頑張ってるぞ。そろそろケーキの一つや二つはいただきたいもんです。ポータルを作れるのは上と、下にある床だな。前やった高いところからの飛び込みを、自分で両方のポータルを作ってやれってことね。そうか。前は青ポータルしか作れなくて、赤ポータルは初めから床に設置してあったんだった。今回はすべて自分で作ってやれってことね。アイキャンフライ。物理法則のままに、落ちている？いや、飛んでいるのさ。だんだん方向感覚がおかしなことに。慣れていかないとね。どこで聞いたのか忘れたけど、太陽光と重力は無料で使い放題なのだ。だから重力を存分に使いまくって飛びまくらないとね。元の場所に戻ってきちゃった。上に行けないぞ。もう一回やり直してみよう。おかしいなぁ。どうしろって言うんだ。この上に行きたいのに。あ、上にもポータル作れるじゃないか。なんだそういうことか。僕はこれを見つけるのに5分もかかってしまったのか。周りをよく見ないのがいけない。くっそー、ものすごく時間を無駄にした気がする。一つのことに集中すると周りが見えなくなる。まるで恋は盲目ってやつじゃないか。そんな深い意味のあることじゃないでしょ。ただの単純ミスでしょ。人間ってのはなぁ、過去を美化したくなるんだよ。だから恋とかそういう言葉を使って。美化できてないし過去と言っても数分前だし。おっと、なんか出てきたぞ。ほほう、なるほどなぁ。今度は斜めに発射するってわけか。これはまた面白そうだなぁ。痛い、壁に激突した。高い場所から飛び降りても足をくじくことはないが、その代わり顔面にダメージが加わることに。顔面ならセーフだね。ドッジボールじゃないから。まあ、とにかくこれでボタンにキューブを受ける。これで先に進めるね。もう一回ジャンプして上に戻らないと。ウィウィー。何してんのよ。お姉さんに共鳴しただけ。ウィー。救急車呼んだ方がいいかな。発作が収まりました。次行きましょう。いやー、心配かけてすまなかった。古池屋、ポータル作る、穴の音。詫びもサビも意味もないね。If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. めちゃくちゃ怖いこと言ってるよ。お姉さん僕の体調まで気遣ってくれるなんて、本当に優しいなぁ。でもね、消化薬とかアドレナリンとか言ってたけど、そんなもの必要ないよ。お姉さんが優しく抱いてくれたらそれだけで元気になれるよ。あんたも怖い人だな。っていうか、喉が渇いたらコーヒーとか紅茶とか飲みたいんですが、ケーキの話はどうなったんだ。そこまでケーキに執着する？さて、だんだん複雑になってきたなぁ。いや、ちょっとごちゃごちゃしてるだけで、実はそれほど複雑じゃなくてシンプルなのかも。とりあえずできることからやっていこう。まずは玉入れだな。へえ、そこの玉、逃げるのかい？残念。君は僕の策略からは逃れられないのさ。ふむ。リフトが動き出したな。天井にポータルを作れるな。天井にポータルを作って、そこからタイミングよく飛び降りて、
リフトに乗ってキューブをゲットしろってことね。特に難しくない作業だね。このステージは基本の組み合わせって感じだな。さて、ボタンが2つあるけどどっちに乗せればいいんだ？なるほど。ボタンを2つとも押さないとドアが開かないのか。とりあえず片方にキューブを置いてみるか。キューブが荒ぶってる。よし、落ち着いてくれた。反抗的なキューブだったよ。さて、もう片方にもキューブを置きたいんだが、余ったキューブはないぞ。どうすればいいんだ？あれだ、向こうにあるキューブを持ってくればいいんだ。ポータルで向こうの部屋とこっちの部屋をつなげれば、ドアを開けなくても行き来できるもんね。今何が起きた？ああ、そうか。地面のポータルに落ちちゃったのか。よし、こいつをかっさらっていくぜ。これでもう勝ったも同然だな。もう一つのボタンよ。君にもこの重いキューブを置いてあげよう。これからこの重みを背負っていくことになるんだ。突然重いものを押し付けられて、さぞかし理不尽に思うだろう。だが人生ってそういうもんよ。箱に無意味な人生論話して面白いな。行方不明になる。行方不明になるって、お姉さん僕をどこに連れて行く気なんだ？お姉さんに怒られちゃった。行方不明になるってことは誰にも見られない場所に連れて行かれるってことか。だとしたらお姉さんと水入らずのひとときを過ごすことに。どんなことされちゃうんだろう。ドキドキしてきちゃうよ。そのポジティブ思考は有害すぎるよ。このエレベーターの行き先はきっと禁断のエリアだ。ピンク色の目まぐるしい世界。